はい、今日は16回目、セミナーの範囲は86ページの247と。教科書171ページ見てください。干渉作用と適定曲線というところなんですけど、適定曲線というのはもうこれ PH のところなんで、1年生、2年生の復習ですよね。で復習を、まあ今日はやってみようということです。で教科書にこんな図が出ますよね。縦軸が pH で12とか3とかね。横軸は加えた水酸化ナトリウム溶液の体積で書いてます。これ最初 pH 3から始まってますよね。3。これもし1、これ1から始まったらこれは HCl を使ってると。ね。強酸を使ってると。3っていうのは CH3COOH を使っているということだ。これ3から始まってるっていうのはね、これ酢酸、最初酢酸使ってるのがわかります。で、こう最後のこう NaOH 加えたら、まあ、NaOH やから、これ pH13 ぐらいまでいってますよね。これ強塩基を使ってるということがわかります。これ CH3COOH にNaOH を加えていってるんですね。な pH はどうなるかという、これ適定曲線なんですけど、A で加え、これ NaOH を加えていくんですけど、これ B 途中やな。で C でこれ中和や。ちょうど酢酸と NaOH 混ぜたら、これ1対1で混ぜた時中和やね。でこの D っていうのは NaOH が過剰の状態です。でこの D の地点はね、これ NaOH 加えてるのになぜ pH こうあまり変われへんのかと、ね、その説明もします。まず A からいきましょうか。 A はね CH3COH のみなんで、ね、まあこれ今10個で、書きましたけど、まあ10個あると思ってください、ね、CH3COH ばっかりだけなので、まあ、弱酸と、だから pH3 やと。B はどういう状態か言ったらね、CH3COH が5個と CH3CONA が5個できている状態です。今、この CH3COH、これ、ここ干渉溶液です。ここはね、最初 CH3COH が10個あったんですよ。10個あってんけど、そのうち5個はね、5個は CH3CONA に変わってな、中和されて。まだ CH3COH がここの残ってる状態です。で、こういう状態の時はね、これ弱酸と弱酸の塩が混じった状態なんで、干渉溶液になってる。干渉溶液になってるので、NaOH 加えてもね、pH そんなに上がりません。pH 変化しない。C はどういう状態かといったら、C はもっと NaOH 加えていたら、CH3COH がなくなった状態ですね。この、まあ、仮に10個あったとしたら、10個は全部 CH3COONA に変わった状態。これはね、中和作用ですね。酸と NaOH の数を合わすことを中和と言うんですけど、少し塩基性になってます。これ少し塩基性になっているというのは、CH3COH は弱酸で、NaOH は強塩基やから強いものがかかって塩基性やな。まあ、ちょっと塩基性になってるでしょ。こう、ちょっと中和は塩基性です。ね。中和塩基性から、まあ、これは、もうちょっとこう、中和したとか上でたからな。なのでもちょっと上ですよね。で、最後ね、D の地点まで行くとね、CH3COONA、まあ10個できてるんですけど、中和の塩は10個できてるんですけど、15ml も加えてるので、NaOH が過剰な状態です。だからこれは NaOH が、たくさんあるので、強塩基ということになります。強塩基でここでね、フェノールフタレンはいいんですけど、これメチルオレンジを使ったらダメです。これメチルオレンジ、フェノールフタレンは OK ね。メチルオレンジは、オレンジはダメというのはね、メチルオレンジの変色域は 3.1 から 4.4 なので、これね、3.1 から 4.4 なんで、こんな感じな。こう。これメチルオレンジや。
なんでメチルオレンジがダメなのかというのをね、ちょっと今から説明しますとね、これ NaOH 加えていくやろ、こうなっていくんで、な、でここや、ここ、これが 赤なんですけど、ここ変色域でね、ちょっとこう赤から黄色に変わっていくよね、な、で、ここになったら完全に黄色になります。もう色変わってしまうよな、まだ中和してません、ここで中和やから、中和した時にはもうすでにもう黄色になります。だからメチルオレンジダメなんです。フェノールフタレンは OK、 ちょうど中和付近に変色域があるから。こっちがね、今度は NH3 に NH3 にHCl を加えていった場合の滴定曲線っていうんですけど、ここ着目するのは11というのはこれ弱塩基で、弱塩基だから NH3、 もし一番最初のね、こう中3ぐらいから始まってると、これは NaOH などの強塩基で分かるんです ね。今13でこう始まってて、ここからスタートでね、アンモニアに塩酸どんどん入れていきます。B 地点は半分入れてきてと、 C 地点はこれはアンモニアの塩酸、これ1対1入れた状態と、 D は塩酸が多い状態とね。でこれで、まあ、A から見ていきます。 A はねアンモニアばっかり、まあ、10個あるというふうに思ってくださいね。だから弱塩基 pH11 ぐらい。それから B 地点はどうなるか言ったら、アンモニア10個のうち半分が NH4Cl に変わると、これ NH3 と HCl 混ぜたら NH4Cl に変わっていけるね。な、これは干渉液、弱塩基と弱塩基の塩やから干渉液。だからここはね、ここは HCl ドーンと加えていってるんだけど、 pH の変化が少ないと。NH4Cl、これは中和したところなんですけど、中和ね、中和したところは今度はちょっとこれ酸性になってますよ。酸性、まあ7じゃなくて酸性や。これなんで酸性になるかって言ったら、 NH3 は弱塩基やな、で HCl は強酸なので酸性の方が強くて弱酸になりますね。で、D 地点はどうなるか言ったら、もっと HCl 加えていくので、この HCl がいっぱい できてきます、ね。だから、ビーカーの中に存在するので、強酸になります。で、今日は以上のことなんですけど、これ前にお酢、ね。お酢はね、酢酸が 4.5% ぐらい入ってるんですね。お酢を超えれるやろ。お酢はあんまりよく入れすぎたらあかんな。あんまりよく入れすぎたらあかんねんけど、ここにね、メチルオレンジ入れます。皆さん、何色になるか分かりますか？メチルオレンジ。これはね、これオレンジや、中性ではオレンジですけど、ちょっと赤っぽい色になるんだよな。な。ちょっと赤っぽ。色がちょっと赤っぽいになるでしょ。これは酸性ということを表してるんですけど、これにね、NaOH を入れていきます。ね。NaOH 入れていったらどうなるか言ったら、NaOH 入れていったら、もう黄色に変わってしまいました。ね。これなんで黄色に変わったかというとね、メチルオレンジのね、これ変色域ですね。変色域。変色域。変色域が 3.1 から 4.4。今最初は、じゃあこっちやな、最初は赤やったな、赤。ほんで NaOH 入れたらもう黄色になってしまいました ね。黄色になってしまいました。それけど今この滴定の場合はメチルオレンジ使ったらダメということですよ。はい、今日の内容は今度終わります。